シュアンフアケラトプスズワンオケラトプスは、後期ジュラキに生息していた恐竜の属の一つである。初期のツノ流類、カオヤングサウルス科のメンバーである。化石は、中国北部河北省の工場類層で見つかっている。この恐竜は、超期心らによって、地質学法に記載、報告された。シュアンフアケラトプスは以前は、疑問名であるシュアンフアサウルスズワンオサウルスとして、知られていた。 シュアンフアケラトプス 2A ワンオケラトプス 2A は、河北省で発掘された4つの断片的な骨格のみで知られる。これらの骨格には、隣の省である遼寧省で発見されたカオヤングサウルスとの間に、禁煙である可能性を秘めた多くの共有形質がある。そのうち主な特徴は、前上顎骨に歯があることであるが、方形骨や肩甲骨には違いも見られる。 シュアンフアケラトプスニエイはカオヤングサウルス科のメンバーである。カオヤングサウルス科は最も基盤的なツノリュウ類を代表する分類群で、すべての新ツノリュウ類トップシッタコサウルス科の祖先型に近いと考えられる。シュアンフアケラトプスは1970年代に単一の断片的な骨格がもともと知られており、1985年にそれに基づいて研究、 命名が行われた。しかし、模式標本が指定されなかった、あるいは記載されなかったので疑問名となった。形態の類似性に基づき、超期心はこの動物を3つのプロトタイプのプシッタコサウルス類の1つであると考えた。他の2つは、ディアンクンゴサウルス、カオヤングサウルスであり、彼らは共にカオヤングサウルス科を形成する。2003年、追加の3つのことなる。 化石の断片の標本が超期心羅によって発見された。しかしこれらの標本は前に見つかっていたものと比べ完全でなく、タクソンの記載時には最初の標本がホロタイプとされた。ありがとうございます。